毎度松尾とばっちでございます。というわけで怪盗 G スタイルの6、第5戦始まりました。怪盗 G スタイル今のところ4戦やってですね、2勝2敗プラスの9戦枚ちょっとございます。なぜなら凱旋で満枚出したからです。前回ですね、中野に来た時は、私鏡を打ちまして、まあまあの挙動だったということで、でその後に、グランパの大久保店の方で数量でぶちかましてマイナスの2500枚ぐらい叩いて9000枚ぐらいと。三大島が前回は、当たり候補だったんじゃないかなと。で確か終わった後に僕も見てて、一番グランパ中野こう降りていくと左の通路ですね、モンハン月から夢、あとはセイントセイヤ、あの辺りの三大島、二大島がもうほぼフルで当たりだったと。で、まあ、見ててもすぐ分かるような出方してたので、でそれに比べてメイン機種の方はまあパラパラだったかなと。で僕が打ってた鏡に関しても多分5だろうと、予想して、終わったんですけど、でも鏡は全然良かったのか、鏡はまあまあ全部良くて、で、まあ、3と5で迷って、まあ、5だろうなみたいな、まあ、3まで見えるけど本命5みたいな感じで1000枚浮きぐらいで帰ってた。なので最近結構ねグランパの中野店は信頼関係が結構強くて、あと少数台、僕の収録の時にはね意外とそういう傾向がねしばらく続いてます。メイン機種どころが全体ドンみたいなことはしばらくないんじゃないかな。3台2台の島が結構パラパラ当たり合って、でいつも凱旋とかそのハーデス、絆、マドマギとかは当たり台はまああるっちゃあるけど 2,3 台みたいな、まあ十分な数だとは思いますけど。というわけで、本日私ですけども19番を取ってしまいましたので、どうしようかと迷ってるんですけど、今まで通りの流れでいくとどっか少数台に腰掛けてっていう、どうだろう。一番のそのネックとしては本当そのなんだろう、ぶち壊すようなことを言うようでなんなんですけど、あの小数台設置の島のあの通路が狭いんですよ。カメラがすごく置きにくいから、僕はなるべくあそこにね行きたくないんですよね。よし決めた。早めの番号を引けた時にちょっとそろそろね、さすがに大丈夫だべ。よし第一希望ゴッドシリーズでいきます。第一希望ゴッドシリーズので並んでる間に、心変わりしたら、鏡か番長、だからメイン島行きます。三大島は狭いからです。通路が狭いから。それでは入場番号19番、ちょっとメイン機種、メインでメイン機種を主に攻めてみたいと思います。プラス9000枚の2勝2敗、なのでここで1勝を積み重ねて1000枚あれば満枚乗りの勝率も5割で折り返せると。まあ前半戦にだいぶ余裕作ったので、それを食い潰さないように頑張りたいと思います。お願いします。さあさあさあ、ちょっと朝並んでる間にパパモバを見ましてね、これパパモバの閉店ゲーム数も見えるんで、凱旋の158、あとは158と1、これか、よし158が昨日606ゲーム閉店、これですな、か156かのどっちかだけど、156の方が上げるにしては良さそうだけどな。結構見てる人いんのかな、深いゲーム数から埋まるね。 OK ど真ん中ですけど、とりあえずじゃあもう公言通り凱旋まずは1周、もうあの高設定狙いっていうよりは朝一1周狙い、そこで、ひっくるめて出玉を取れなければ考えます。さあ、それではですね、凱旋を行ってみようと思います。朝一、パパモバで、前日の閉店ゲーム数調べまして、600ゲームちょい閉店の台です。なのでどっちかっていうと高設定狙いよりも、朝一一周、リセットにせよ据え置きにせよ1000ゲームまでには当たるんで、それまでに何か引っ掛けられるかどうか。これで勝負しようと思います。な
ライブモードはそんなに良くはなさそう。おほー、中断機だな。通常にいたかどうかも際どいぐらいでしたけど、全長には飛んでるね。まあそれは飛ぶか。これでようやく通常か。中断機7使ってようやく通常に上がったぐらいか。あ、まだ前兆中か。あ、終わった。355、うむ、天国準備にはいるか。あ、ごめんなさい、天国準備か天国だな。天国準備か。左に回った天国準備以上は確定。天国だった可能性もあるな、これ落ちた。天国にまで行って落ちた可能性がややあるね。はい、中断機7の無駄遣いか。外線は本当6でもない限りは本当に分からんからな。まあ、V モード入って35とかそういうヒントは出ますけど、だからどうしたっていうレベルなんで6ぐらいだね。その体調問わず押しておおうって思えるぐらいヒントが出るのは。でもなかなかね、なんだかんだ言って外線の6ってペイアウトすごい高いから、入りづらい台ではあるんですけど、まあ、6じゃなくても出る、早ー、出るときは出るからね。早っ。さあ2枚目を颯爽と書き込みますけども、これがなくなるぐらいだと あれですね、ある程度天井も見据えてという感じになりますが、中断リプレイで風、これで通常もぐらいまで戻ってきたかな。今の外れの風で上がったな、これ天国準備か天国だろ。天国、天国ナウ。さあ今だったら全然当たっていいぞ。投資1万2000円奥に行かない。あははははやだよか。まだ大丈夫か。右回りでここから黄色い数字が出てくると危ない。よし、ほぼほぼ当たった。多分これはもらったと思われる。ループを下せー、ループを下せー。初当たりは早め、天国から1万2000円で済むかな。済みそうだ。次だ、ここ、ドンドンドン。お、こっちか、ここだ。うん、次か、ここだ。よし、256ゲーム、1万2000円。さあ一応天国で当てておりますので、若干のループの期待があります。白、
後ろの馬は行ってみよう、まあ、天国をしっかり確認して、当ててますのでプラス要素としては弱い、当たらないよりはマシですけどね。え、なんで天国にいるんっていうのが5が起きがち、なんで当たるんっていうのが6が起きがち。今のは、まあ、天国にいる理由も当たった理由も明確に分かるというか見て取れてるので、まあモード以降の引きとか公約のタイミングが良ければ低設定でも当たりうる当たり方ですね。来週の島はこれといって初当たりが早い雰囲気はなしですね。富士山から当たってるんだったらこの設定来るかな。あー、チャンス。みずほ、大事なのはここ。今キナナが3つ並んでおりますんで、1ゲーム目にキナナを引けば4例扱い。うおーし、あとはストックだのみと弱いね。みなそ、単発と、まあ、この単発はしょうがないわな。もしかすると左の台がいい可能性はあるな。60ゲームの初当たり単発後の今リップ3かリップ4か分かんないですけど G ストップやってる。さあこっからどうするかだな。あ、3、自信持ってもう一周行ってみましょうって言える状況ではない。おう、デジャブ不良、自力デジャブ。おいおいおい、どうした。お、天国ぐらいまで行ったんちゃうか今の。早い、うん、早いな。当たるか、かなり早いぞこれ。いや、当たらない。これは引くべきのような気がするな。もうどっちかですよ。ゴッドか、ゴッドが、ゴッドを引けないんだったら自分が引くべき、二重の意味で今ここで引くべきですね。確定役を引くか、この台から自分が引くか。僕がやらかすのって大体こういう時なんですよね。まだ打ち足りてはない、もうちょっとチャレンジさせてくれっていうタイミングで一発当てちゃう。で、そうすると朝ハマる分には天井は1000ゲーム復帰の保険かけてたけど、自らもうあの保険を取っ払ったままやってきちゃってるんで、ここからはもう1500ゲームですからね。次ははなし。あー、やめづらい、当たれ。今のは通常だろう。いや、弱い、これは当たってないな。多分16ゲームぐらいぴったりガセ前兆とかですね。さして、高モードには見えない。ああ、天国準備にはいるな。上がれ上がれ、頼む。天国までは上がりきってないな、多分準備だね。一歩届かずか。中段キナナの後に引いた右上がりキナナ、あれ風吹いてるけど上がってないな多分。ああ、そして出目が心もとなくなってきた。あれ、ありえる、出目の
感じが弱くなるパターンでモード移行して落ちたか、もしくはもう一個のパターンとしては本前兆入ったかっていうパターンも考えられるんですけど、これはあり得る方ですね。さっきまで確実に準備以上にはいたので、準備から天国にスッと上がってそのまますぐ当たるっていうパターンは考えられるけど、もだ小役引きすぎてわ、あーいないか。これで風吹いちゃうと落ちたんじゃないのっていう話になってきちゃうんだけど、あの前兆が終わって、あリップさん、ここでリップさんからの気だな。あの前兆はもう終わってるもんね。リップさんの G ストップの前兆が出るということは本前兆は引いて、風騒がしい、騒がしいけど結果当たらないやつだな、これ。散々騒がしかったけど最終的に何も残らないパターンのやつやね。仕切り直すんなら今だな。一旦ちょっとホール内見てみましょうかね。どのぐらい稼働してるのか、空き台の感じと。よし、ちょっとホール見回りましょうかね。状況、目玉ビールは満席、外線も満席。こっち側から行くか。結構埋まったな。むむむ、ハガミ番長満席。あら、あらら、あー結構がっちり埋まってるな。なるほどでございますな。怖っ。ちょっとあれですね、稼働を見誤りましたね。あの二の矢が放てると思ってたんですけど、どうすっかな。まだ1時間行くか、あと1周行きましょうか。意を決して爆死の可能性もござる。こっからの1周は、こっからの1周はあまりお勧めしません。1周目の当たり方は別にプラス要素なし。リプレイ3連1回合戦、ここまで中段キナナ、右上がりキナナが、大した仕事をしていない。あまりおすすめはできませんが、他に台がないと。最終的には負けすぎて自分が自分に引くことになる。なんてか、そこでアレックス行かねえかな。リップ用当てよ、こういうとこだ、こういう時は。そう、そう、ナイス集中力。もう一つ、ノー、オッケー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 、絶対に当てなくちゃならない。この G ストップは絶対に当てなくちゃならないぞ。よし、参ります。通常時の G ストップ7シナリオ鏡なし S。
アン S、 そしてあ3、おい鏡どうした、鏡を呼び込もう、鏡よ鏡、おいおいおい通常だぞ、シビアすぎるだろう、さあらら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 らピタッ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 力技でいこう、よし、こっから全部気にならこっから全部気にならない許す、あと2ゲームどうかリプレイだ、180、190倍、すっくねー、あと2セットまでは、うまい、ここのリプレイも大事よ、あーこれはもう無理、大事大事大事だ、よしナイスストップ、うまいベルフォー2分の1のローマ字だ、イエースを希望します、 S5、 さーしー、 S と5が2と、まあこれで4連まで OK、 差し損ねた、今のは気が緩んだ、鏡を撤廃させたことでちょっとブレたね、右のリールを押すのにちょっと手間取ったね、私は貯めるタイプ、よし、あー OK OK、 これで5セットまでいける、一つのストップ点、そう、青7、青7ゼロ角、よし、とりあえず5セット目まではいける、その間にもう何個か、あわよくばゴッド、セット終わって500枚ジャック、まあ戻ってきましたか、だいぶ、さあ3セット終わって
と上乗せしております。まあ、ループ持つような上乗せの仕方してないんで、あと2個ですね。だっただろうし、うわ、乗らん集団リップから直りは珍しいですけどね。さあ、これがラストになるでしょう。上乗せができなければ、セットですからね。だ、これ逃がした。1393枚。まあ、最初のセットが180枚だったことを考えるとだいぶ追い上げましたね。でここはもうストックはないでしょう。あとは内部モードとリプレイ3連分か、リプレイ4連の G ストップで始まってるんで、 D ゾーン抜けた後にいきなりゼロの煽りが始まったらリップ3も当たってたと。まあないでしょうね。内部モードも落ちてるでしょうから、まあ今度こそ身の引きどころかな。プラス前で逃げれるんであれば全然。惜しかったね。あの G ストップ中の鏡転廃5じゃなくて S か V 止めれてればもう一山作れる可能性はあった。よし、ちょっと状況が変わってないかどうかボールを見て回ろう。履歴だけ見るとバルクなく見えますけど、設定差ないところでしか当たってない。よし、さてと、まあ、鏡番長はさすがにでしょうね。多少まあしのぎのパチスロにはなるよね。この稼働でここから大移動するとなると、むむむ、ちょっと稼働高すぎるな。ノーマルで一発つなぐにもノーマル自体も空いてねえな。さあ、なかなか高稼働でちょっと大移動先も見つかんないかなと思ったんですけど、
富士湖に、1個ね気になる台が空き台になったのでタイミングよく、行ってみようと思います。まあ、時間的にもう一周行ってもいいかなとは思うんですけど、もう一周行ってこう天井連れてこられたらね、大崩れするので、1326枚、まあ、ちょうど500枚浮きぐらいですね。あー来た、1枚薬師、これが設定数あるやつですね。これ設定あるな多分。よし、おお、スーパーだ。4か、単独だね。おお、7、スーパービッグだ。